はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィリアプリ2020最新情報やっていきたいなと思います。2020でいいんだよね。そうだよね。なんかさ、今年末年始で2019年と2020がごっちゃになってるから、あれ、ウィリアプリ2019だっけって一瞬思っちゃいましたね。はい、ということで今回ですね、ナポリクラブセレクションレベマ比較やっていきたいなと思っております。まあ3回目の登場ということで、もう2度あることは3度ある、もうナポリクラブセレクションレベマ比較ってもう3回言ってるんですけど、はい、ぜひですね、まあ今回新しい選手だったりとか今までの比較とかもがっつりやってますので、ぜひですね、チェックしていただきたいなと思っております。評価としては今回も7段階評価でやっていくんですけど、あくまで独断と偏見になりますので、最後は使っていただいたりとか使用感試していただいて判断していただきたいなと思います。ということで早速いきましょう。レッツゴー。はい、本日一発目ですね、Cプラ評価ディロレンツォ選手ですね。はい、この選手はですね、前回に続き2回連続の登場ということで、やっぱり強化度高いですよね。はい、で前回も結構高かったんですけど、トップクラスの強化度で希少性のあるインナーラップサイドバックということで、ここに関してはすごく魅力的なのかなと思っております。で能力もですね、まあ大きな欠点はなくて、スペシュンが90乗りつつスタミナ高くて、まあそこそこディフェンス能力あって、そこそこ攻撃的能力もあるということで、まあただですね、スキルが一つもないですし、突出した数値がそこまであるわけではないので、そう考えちょっと厳しめの評価になるのかなとは思いましたね。はい、で前回と比較すると、そもそもですね、金から黒になっているということで、まあさすがに今回のが強いですね。スタミナだけは下がってるんですけど、その他の能力だったりとか、グラウンダーパスの長所も増えてますので、はい、前回と被った方はですね、今回に乗り換えていただいて間違いないんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 B 評価マルキ選手ですね。今回のガチャで唯一の初登場ということで、現実ではですね、怪我でなかなか出場機会の少ないマルキなんですけど、この前ナポリの公式ツイッターであのクリスマスの画像が出てたんですけど、その時のマルキがめちゃめちゃ面白かったですね。で、この選手はですね、能力見ていくと、スペシュンが90超えしながら、ディフェンス能力しっかりついてきてるのいいですよね。ディフェンス84、ボルダッシュ84ということで、ここもしっかりあって、あとはですね、まあパス系、足元系をまあ85弱あるということで、はい、悪くなくバランスよく高いのかなと思います。たださっきも言ったようにですね、まあ、なかなかやっぱり突出した数値があるわけではないので、じゃあ使うかって言われると結構難しいのかなと思いますね。でスキル面もですね、まあ、ピンポイントクロスしかないということで、この辺だったりとか混乱後っていうことを考えると、まあライブアップデート良くてワンチャンって感じですかね。はい、そんな印象になるのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね、全員 A プラ評価ということで、まあ当たりだと考えていただいていいんじゃないかなと思っております。で1人目はですね、ファビアン・ルイス選手ですね。はい、この選手は実はですね、前回出てきた時は僕 A 評価にしてたんですけど、まあいろんなね、今までの FP とか見ていくと、やっぱ異質だし、能力的でもすごく面白いんじゃないかなというところで、今回ですね、 A プラまで上げさせていただきました。で能力で言うとですね、パスとドリブル系はさすがの高さですよね。はい、ここはまあプレイメーカーらしくすごく高くて、あと他もですね、結構ハイレベルで、得点能力だったりとか、あとフィジカルの強さね、身長も189あるのでこの辺だったりとか、あとスキルが超優秀、ダブルタッチルーレットとあのドリブル系持っていて、シュート系コンカミドルシュートドロップシュート、あとパス系ワンタッチパススルーパスで、ディフェンス能力もありつつインターセプト持ってますので、いやーこのバランス力ありながら攻撃的な能力も高いっていう、なかなか珍しいタイプだなって思うんですよね。なのでこの選手に関しては本当に当たりかなと思いましたね。でスペシャルだけがちょっとないので、こう気にする方はあれですけど、はい、それ以外に関してはかなりハイレベルなのかなと思っております。で以前のファビアン・ルイスと比較すると、基本的に全く変わってないっていうね、ちょっとコナミさんこれ手抜いちゃったかな。まあまあまあ、でもね、全部変えるってのは大変なので、たまにはこういう選手がいてもいいのかなとは思いますね。はい、なので前回でメンバーにしてる方はわざわざ今回育て直す必要はないかな。特にですね、育成もちょっと大変なので、そんな感じでいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、メレット選手ですね。こちらも A プラ評価ということで、はい、僕ですね、メレット出るたびに B プラにしてたんですけど、はい、申し訳ありません。最近の心境の変化だったりとか、あと今回ですね、実際メレット最強メレットなので、それを考えると今回は A プラまで上げさせていただきました。はい、でメルテンスと並んでですね、3回連続の登場ということで、あれですよ、あの完全に小学校の時にさ、皆勤賞する人いたじゃないですか。もういくらインフルになっても、いくら雨とか雪が降ってても、もう絶対投稿してきますみたいな、もうそんな感じですよ、メレット選手。次4回目のナポリクラブセレクション来たら確実に出てきてほしい選手ですね。で、ゴールキーパー系で言うとですね、ゴールキーパーセンスキャッチングが98で、その他カンストということで、まあここに関してはほぼオールカンストに近いですし、身長190センチに競り合いのところもありますよね。ジャンプ96、フィジカルコンタクト88ということで、ここも申し分ない数値なのかなと思っております。で混乱7ってこと考えると、まあいいんじゃないかな。7だったらね、ライブアップデート終わった後も十分使えますし、まああとは守備的ゴールキーパーが合うかっていうのと、低弾のパントキックが必要であるか、その辺になるのかなとは思うんですけど、はい、基本的にはですね、まあ低弾のパントキックもスキル追加で一応つけることできますし、まあもろもろ考えると A プラ評価でいいんじゃないかなとは思いましたね。であと、とにかく使ってる人のメレットは評判が良くて、ツイッターとかでもガチスカでメレット採用してますって人もいるぐらいなので、その辺もですね、今回 A プラ評価
価にした後押しの理由になってくるのかなと思っております。で以前のですねメレットと比較すると、はい、今回のメレットめちゃめちゃ強いんですよね。前回と比較するとゴールキーパーセンスだけは下がっちゃってるんですけど、やっぱりキャッチングプラスさんがすごくでかいかなと思ってますので、まあちょっと育成大変なのですぐ乗り換えるかって言われると微妙ですけど、ゆくゆくはですね今回のメリットに乗り換えていく形でいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プライ評価ジエリニスキ選手ですね。この選手もですねかなり評判がいい印象が強いんですけど、はい、珍しいというか超攻撃的なボックスとボックスということで、なんかこの選手唯一無二感あるんですよね、能力値見ててもね。はい、で強化度もすごく高いですし、で今回で言うとですねボルコンからパスまでは全て95位ということで、これボックスとボックスでなかなかいないですからね。でここのですね攻撃性能の高さを見せつつ、スプッシュも95円、ここがマジで良くて、はい、ここだけでもう A プラにする理由あるんじゃないかなと思っております。でしかもですねスキルの子もしっかり優秀で、ダブルタッチ、ルーレット、今回ミドルシュート、ラギリフシュート、ワンパン持ってますし、しかもスキル追加枠が空いているということで、これ何つけるといいんだろうね。まあドリブル系いいし、なんだろう、みんなの中でちょっとコメントとかもぜひいただきたいんですけど、はい、スキル追加枠が残っているっていうのも素晴らしいし、選手長所もしっかりフルマックスということで、はい、言うことないんじゃないかなと思っております。で懇願なんすよ、懇願読んだのでここだけはですね A 評価にするか迷ったんですけど、まあ最近の試合のね結果とか見てると安定して試合には出てるみたいなので、はい、ライブアップデート期待でここはちょっと目つぶって今回 A プラにしました。でプレイスタイル低くすると結構分かりやすくて、いやジエリニスキこれ強いんですよね。ボルコンからグランダーパスに関してはこのメンツの中でトップ数値ですし、他もですねやっぱりスピシュンね、はい、ここがトップ数値取れてますので、はい、この圧倒的な特徴だけ考えても僕は今回大当たりなんじゃないかなと思いましたね。で以前のジエリニスキと比較していくと、うーん、これは好みですかね、ボルコンを取るかフライパスを取るかということで、僕は前回の方が好きですけど、足元重視したい方はですね今回でもいいと思いますので、はい、この辺は好みで考えてみてください。はい、で次はですね A プラ評価インシーネ選手ですね。インシーネに関してはこちら S にするかすごい迷ったんですけど、今回ですね最後まで迷って A プラ評価にしました。でスパサム持ちのウィングストライカーということで、マジでインシーネは強い、うん、ドリブル系はもちろんなんですけど、パス、スピード、スタミナとかもですねしっかりとね素晴らしい能力値持ってますし、特にスタミナ93ね、スパサブ持ってんのにスタミナも高いんかいということで、まあ後半起用スパサブを考えれば安定なんですけど、調子良ければですね前半から出しちゃうっていうのも全然ありなので、そういった選択肢が取れるっていうのもインシーネの魅力ですよね。であとですねパス系の高さ、ここも素晴らしくて、両方とも90超えていて、ピンポイントクロス、スルーパス持ちということで、いやー強いですね。はい、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。でスキルも無駄なく優秀で、決定力だけかな、ここだけがちょっと気になるんですよね。決定力85なので、この辺を考えると自分で決めきる力っていうのはちょっとだけ弱いのかなとは思いますね。はい、で右利きのですねウィングストライカーで比較していくと、やっぱりインシーネ強いですよね。スタミナだったりとかパス数値がトップで、まあ、ただちょっと気になるのはその他の数値がですね4位とか5位とかが多いので、まあ4位5位でも僅差の場合もあるとはいえ、まあ、ちょっとですねその他は気になるのかなっていうところはありましたね。まあ、ただこれスパで出すは基本的に全部解決問題なので、はい、やっぱりエプラでいいんじゃないかなと思います。で同盟比較していくと、これもですね好みなんですよね。グランダーパスを取るかカーブを取るかということなんですけど、僕としてはグランダーパス高い方がいい気がしているので、はい、今回のが強いんじゃないかなと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねエプラ評価マノラス選手ですね。はい、今回ですね黒玉にしてはしっかり強化されていて、ディフェンスセンスプラス4えげつないですね。はい、今回カンストまで持ってきてますと、はい、能力で言うとですね、まあ、ディフェンス能力で言うと最強クラス、ディフェンスセンス99、ボルダス96ですし、あとはですねセリエもしっかりあるのがいいですよね。はい、189センチにヘディング92、あとはフィジカルコンタクト92、ジャンプ93っていうのもいいんじゃないかなと思っております。であとなんといってもスピチンの高さですよね。スピード90、瞬発力87ということで、はい、センターバックとしてはここ本当にトップクラスね、もしかしたらフォワードなんじゃないかって思うレベルの速さなので、はい、ここがですね圧倒的な特徴になってくるんじゃないかなと思っております。でこのまま7あってマンマークインターセプト持ちということで、プレースタイルもですね自己理がちなビルドアップでないことを考えると、いやーこれ S 評価でもおかしくないレベルなのかなと思っております。ただ欠点で言うと足元系なんですよね。ドリブルだったりとかグランダーパス系が結構低いので、この辺はどれだけ事故に結びつくかっていうのは、まあ人によるとは思うんですけど、ちょっとやっぱりここ不安要素なので、はい、そう考えるとですね S はちょっと難しいかなと思ったんですけど、単純なですねディフェンス能力だったりとかスピードを考えると間違いなく超当たりでいいんじゃないかなと思っております。で以前のですねマノラスと比較していくと、瞬発は落ちてしまったんですけど、その他上がってますし、特にこのディフェンス能力ね、もうこれチートです、めちゃめちゃ強いので、前回と今回当たった方は迷わず今回に入れていただいていいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、最後はですね S 評価メルテンス選手ですね。いやメルテンスは強い、うん、最強スパサブの一角
と言っても間違いないんじゃないかなというところで、相手で出てきたらめちゃめちゃ嫌な選手の一人ですよね。でインシーレほどですねバランス感はないんですけど、よりストライカーとしての能力値を強くした感じかなと思っていて、スパサブ持ちでですねオフェンス点数94、決定力90ということで、両方とも90超えてるのは普通にバグです。はい、これは本当に強いかなと思ってます。であとはですねスキルもめっちゃ優秀で、ワンパを筆頭にですねかなりいいスキル揃ってますので、この辺の能力値の高さ、スキルの優秀さ、そしてコンディション安定度6、適正の広さ考えるとですね、はい、もう S 評価でいいんじゃないかなと思いました。でプレイスタイル比較するとですね、こうやって見ると実はですねトップ数値もないですし、あれって思われるかもしれないんですけど、通常でもですね全体見ていただいたら分かるんですけど、2以上3以上の数値っていうのはすごく多くて、でしかもですねこれスパサブ状態にするって考えると、だいたいですねプラス3から4されるんですよね。で3から4されるとどうなるかっていうと、ほとんどの数値がトップ数値になるっていうね魔法みたいなことが起きるので、はい、そう考えるとまあメルテンスはねスパサブ状態を前提ではあるんですけど、 S 評価でいいんじゃないかなと思います。これマジでスパサブ状態だったらロナウドとも競り合うぐらいの能力値めちゃくちゃ高くなりますからね。はい、そんな感じなので今回は S 評価とさせていただきました。で同盟比較でいうとですね、こちらも3回登場なんですけど、結構能力変動はありつつ、やっぱり今回が一番強いですかね。決定力とかキック力を本当に重視する方だったら前回前々回でもいいかもしれないですけど、はい、他の数値考えたりとかオフェンスセンスのプラスがやっぱり今回でかいので、はい、今回が最強メルテンスでいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今回ですねナポリクラブセレクション全8名紹介させていただきました。ちょっと旅行先からだったので、なかなかですねいつもと違う環境だったりとか、話せることもまあ一応話したつもりなんですけど、はい、なんかあったらコメント欄とかでぜひ書いていただきたいなと思っております。ということで今回ですね動画以上で終了していきたいと思います。参考になった面白かった人はですね高評価、そしてチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。